いぶかし見ながら様子を見守っていると、彼女はきちんと髪を乾かし、ポニーテールにして、さっそうと出かけていった。どうしてお風呂上がりなんかに？孫娘のみちるちゃんは中学生になると、夜な夜な一人で出かけるようになった。それも決まって、両親が不在の日なのだ。それは、およそ一年ほど続き、中学二年生になっても変わらない。何か危険なことをしているのではないだろうか。それとも、私には打ち明けられない秘密があるのか。なかなか難しい年頃であることは理解しているつもりだが、せめて行き先くらいは告げてほしい。何かあってからでは遅いのだ。さすがに心配になったため、私は翌日彼女に声をかけた。みちるちゃん、ちょっといい？毎晩出かけているみたいだけれど、どこへ行っているの？みちるちゃんはしばらく何も言わず足元を見つめていた。何かを迷っているようにも見える。私はじっと耐えて待つことにしたが、やがてみちるちゃんはゆっくりと口を開いた。その瞳は何か意を決したような様子だった。おばあちゃん、パパには内緒に。差し出されたスマートフォンに映っているのは、細かな字が書かれた一枚の紙である。読んでもいい？私が確認すると、みちるちゃんは緊張しながらこくりとうなずいた。スマートフォンを遠ざけたり近づけたりしながら読んでみる。そこには、誓約書と書かれていた。私の名前は明恵。夫は数年前に亡くなり、現在は一人暮らしをしている。普段は何でもない風に装って暮らしているけれど、実際は夫を失った喪失感でいっぱいだった。ついこの間まで二人で囲んでいた食卓も、用意するのは一人分だ。買い物も。洗濯物も、すべてが一人分。まるで張り合いがなくなってしまったように感じられて、ぼんやりと過ごすことが多くなっていた。誰とも会話しない日が続いて、このままではどうにかなってしまいそうである。何か英会話教室でも始めてみようかしら。地域のコミュニティセンターの掲示板をぼんやりと眺めながら、そんなことを考えていた。しかし、やはり気乗りせずに通り過ぎてしまうのだった。そんな風に過ごしていた冬のある日のことだ。小春日和で気持ちのいい風が吹いて、布団を干すのにもちょうどよかった。たまには、たくさん干してもいいわよね。気分転換にもなるのではないかと思い、自分の布団と一緒に夫の分と来客用の布団まで干していた。その時、不意にスマートフォンが鳴り私を呼んだ。その電話は息子のケンジからで、応答ボタンを押すと、もしもし、懐かしい声がした。ケンジ、久しぶりね。ケンジからの電話が嬉しくて、つい声が上ずってしまう。久しぶり、母さん。元気にしてる？ええ、もちろんよ。そっちは、仕事は順調なの？ケンジは、通訳の仕事をしており、長期の出張に出ることもしばしばある。ある時などはニューヨークへ行って半年ほど帰らなかったこともあった。うん、おかげさまでね。英子も最近あちこちに飛んでいるよ。ケンジは英子さんという女性と結婚しており、彼女もまた通訳の仕事をしている。飛んでいるということは、彼女も海外出張へ行くことが増えたのだろう。
そんな彼ら夫婦には、娘のミチルちゃんがいる。すっと筋の通った鼻が英子さんに似て、とても可愛らしい女の子だ。ミチルちゃんは、もう小学5年生でしょ？母さん、ミチルはもう6年生。次の春には中学生だよ。やだ、私ったら。電話の向こうで、ケンジが笑っている。つられて、私も笑った。久しぶりの息子との会話に心が踊っている自分がいた。ところで、ちょっと相談があるんだけど。ケンジは少し言いにくそうに声を落とした。何でも言って。実は最近、俺も英子も仕事が忙しくなってきて、なかなか家のこととか、ミチルのことを見られないんだ。だから、その、あなたたちの面倒を見てほしいのね。すごく勝手なことだってわかってる。でも、英子が、母さんに家事をお願いしようって言い出して。ケンジはとても申し訳なさそうに言った。ケンジは子供の頃からあまり親を頼らないようにしようとするところがあった。私からすればもっと頼ってほしいと思うくらいに自立心が強い性格だ。私はこのお願いに躊躇することはなかった。大丈夫よ。ちょうど暇を持て余していたところなの。いいの？ええ、喜んで。ありがとう、母さん。助かるよ。助かる、なんて、それはこちらのセリフだ。ミチルちゃんといられるんなら、こんなに嬉しいことはないわ。それから、私はいつケンジたちの家に引っ越すか、今いる家はどうするかを話し合った。夫のいなくなったこの家で、もう一人で寂しく暮らすことはなくなる。そう考えると何をするにしてもウキウキとして楽しくなった。話し合いを重ねて、私はケンジたち家族と同居することにした。私が彼らの自宅へお邪魔すると、英子さんは笑顔で出迎えてくれた。お母さん、お久しぶりです。急にお願いしてすみません。いいのよ、気にしなくて。母さん、疲れただろ。部屋で休んでてよ。言いながら、ケンジはさりげなく私の荷物を持って部屋に案内してくれる。我が息子ながら、紳士的だ。ミチルちゃんは？ミチルはまだ学校に行ってるんだ。夕方には帰ってくるはずだよ。言われてみれば、今日は平日。日も高く、小学生は学校に行っている時間である。私としたことが、浮かれてそんなことも忘れてしまっているなんて、と、心の中で愚笑した。ケンジの言う通り、ミチルちゃんは夕方になって帰ってきた。ただいま。お帰り、ミチル。おばあちゃんも来てるから、ご挨拶して。ミチルちゃんがリビングに入ってくるなり、英子さんはそう言った。ミチルちゃん、久しぶり。ずいぶん背が伸びたんじゃない？最後に会ったのは去年だったが、それからだいぶ大人びて見える。あ、はい。160センチです。少し恥ずかしそうにもじもじしている。そんなに緊張しないで。これからよろしくね。え？ミチル、こないだ話したろ？パパとママは出張でいないことが多いから、家のことはおばあちゃんに任せるって。一緒に暮らすの？どこか不安そうに上目遣いで私を見る。確かにこれまでたまにしか会っていなかったのだから、急に一緒に暮らすとなると戸惑うだろう。おばあちゃん、わからないことが多いから、いろいろと教えてくれると嬉しいわ。
不安にさせないよう、私はにっこりと微笑んだ。けれど、みちるちゃんは表情が硬いまま、ぺこりとお辞儀していった。よろしくお願いします。翌週から、ケンジも英子さんも出張のために家を出た。みちるちゃんも残りわずかとなった小学校での日々を楽しんでいるようだ。その一方で、毎日帰宅すると私がいることに一瞬たじろぐのだった。ただいま。あら、お帰りなさい。おやつ食べる？ホットケーキ焼きましょうか？いらない。ふるふると首を振り、そそくさと自室へとこもってしまった。難しい年頃なのだろうか。ところが、夕飯の時間だからと呼びに行っても返事がない。お腹空いてないの？どこか具合悪いの？聞いてみても答えがない。仕方がないので、部屋の前にそっとお盆を乗せた料理を置いておくことにした。数時間後に見に行くと料理はきれいに平らげられている。どうやら具合が悪いとか、私の料理がまずいとか、そういうことではないようだ。何かあるんだわ、きっと。それからみちるちゃんは小学校を卒業して中学生になった。パリッとした制服に身を包み、ケンジと英子さんと一緒に学校の門の前で記念撮影している。母さんも入ればいいのに。私が入ったら悪いわよ。みちるちゃんは両親がいるときは普通にリビングに来てご飯を食べる。でも二人がいないときはずっと部屋にこもっている。それは中学生になっても変わらなかった。みちるちゃん、ずっと部屋で何してるの？休日、みちるちゃんが部屋から出てきたタイミングで聞いてみた。別に、勉強。かなりそっけない態度だったが、嫌ではなさそうだ。ああ、それはすごいわ。授業が楽しいのね。まあまあ、かな。何の教科が好きなの？国語？数学？ううん、英語。私はふと、ケンジの学生時代を思い出した。ケンジは幼い頃から語学に興味を示し、英字で書かれた子供用の絵本や英語の遊び歌に夢中だった。中学、高校にもなると洋画を見たり、洋楽をたくさん歌うようにもなった。私と夫はそんなケンジの姿が生き生きとして見えたのだ。ケンジが好きな英語、もっと他の言語も学べるように助けようと、いろんな教室を探したこともある。大学も彼の希望の学科へ行けるようにと、学費の捻出のために二人で懸命に働いたものだ。ケンジは今でこそ通訳の仕事をして飛び回っているが、そうした積み重ねがあって今の彼がいる。一瞬でそれらすべてのことが脳裏をめぐり、私の口からこんな言葉が出た。英語？ケンジと同じね。え？私が言うと、みちるちゃんはふと顔を上げた。あなたのお父さんはね、小さい頃から英語が好きだったの。中学になると英語のテストだけは成績一番だったのよ。彼女は、まるでそれを初めて知った、と言いたげな瞳で私を見ている。そんなみちるちゃんの瞳には、ケンジの面影を感じさせた。パパが？洋楽もたくさん聴いていたわ。今度おすすめの楽曲を聴いてみたらどうかしら。けれど、みちるちゃんは複雑そうな顔をしてそっぽを向いた。それが一体どういう感情なのか、私には読み取れない。口元をぎゅっと結び、
喜んでいるような、それを抑えているような、何とも言えない顔だ。みちるちゃんはさっさと部屋へと戻ってしまい、その日はもう話すこともできなかった。相変わらず、彼女は自室にこもりっきりだ。まあ、焦らずに打ち解けるしかないわね。私は毎日彼女の部屋の前に料理を運んで食器を下げた。ケンジと英子さんにもミチルちゃんのことを話してみた。ミチルちゃんはね、英語が好きなんですって。知ってた？そうなの？何も言わないからわからなかったよ。いつも熱心に勉強しているの。なんだ、ミチルとだいぶ打ち解けてきたんじゃないか？でもね、なかなかお部屋から出てきてくれないのよ。難しい年頃なのかな。もう、そんな不愛想な子ほっときなさいよ。英子さんは、なぜかつまらなそうに頬を膨らませ、さっさとリビングを出て行った。娘のことなのに関心がないのだろうか。私もケンジも、わけがわからないというふうに顔を見合わせた。ミチルちゃんと仲良くなりたい。という私の思いとは裏腹に、彼女は最近夜な夜な一人で出かけるようになった。それも決まって両親のいない日なのだ。バレていないつもりなのだろうが、私はいつも気にしていた。そうしたことが一年ほど続いたある日のことだ。玄関に立つミチルちゃんは二年生になり、制服姿も馴染んでいる。例の夜のお出かけについても、そろそろきちんと話さなければと思い始めていた。夏休みが明けてからは特に、お風呂から上がってすぐに制服に着替えて出ていくのだ。どうしてお風呂上がりなんかに？きちんと髪を乾かし、ポニーテールにして、さっそうと出ていく。その日も両親は出張のために不在だった。あと3日ほどは2人とも帰ってこない。さすがに心配になったため、私は翌日彼女に声をかけた。ちょうどリビングへ入ってきたミチルちゃんは、その日も出かけようとしているのが分かった。ミチルちゃん、ちょっといい？毎晩出かけているみたいだけれど、どこへ行っているの？え？あの、心配なの。夜道は暗いし、何かあったらと思うと。動揺している彼女にそう伝えると、ミチルちゃんはぎゅっと口を結んだ。お願い、危ないことはもうやめて。危ないことなんてしてない。じゃあ、一体どうして夜にこっそり出かけているの？ミチルちゃんはしばらく何も言わず、足元を見つめていた。何かを迷っているようにも見える。私はじっと耐えて待つことにしたが、やがてミチルちゃんはゆっくりと口を開いた。その瞳は何か意を決したような様子だった。おばあちゃん、パパには内緒に。手にしていたスマートフォンを操作して画面を見せてくれた。差し出されたスマートフォンに映っているのは細かな字で書かれた一枚の紙である。これは何？ミチルちゃんが書いたの？違う。私はこんなもの書きたくなかった。しかし、どう見てもこれは子供の字である。ちょうど、ミチルちゃんのような10代の子供の字だ。ママに、無理やり書かされて、それで。読んでもいい？私が確認すると、ミチルちゃんは緊張しながらこくりとうなずいた。彼女のスマートフォンの画面を遠ざけたり近づけたりしながら眺める。細かな字で書かれたそれは、
誓約書だ。私は中学を卒業しても進学する意思はありません。その内容は驚くべきことに、みちるちゃんが今後進学を希望しないというものだったのだ。英子さんはなんでこんなものを書かせたのかしら。ママが言ってたんだけど。みちるちゃんが言うには、英子さんは頭が良くて仕事ができるケンジのことが好きで結婚したのだそうだ。しかし、次第にそんな彼に対してコンプレックスを抱くようになってしまう。それは、娘であるみちるちゃんに対しても同じだった。みちるちゃんは幼い頃から父親であるケンジに似て賢かった。小学校に上がると、授業で英語を習うようになり、ますます知識が増えていく。英子さんは、そんなみちるちゃんのことが目について気に入らなかった。だから、あまり勉強はしないようにと言いつけていたのだ。でも、みちるちゃん、勉強が楽しいって言っていたじゃない?うん、でも、ママが勉強するなって。どうして?わからない。頭のいい子供は嫌われるって、そう言われたの。英子さんがそんなことを言ったり、まして、誓約書を書かせるまでするなんて、にわかには信じられなかった。だけど、おばあちゃんと過ごすうちに、ママの言っていることの方が嘘なんじゃないかって。頭のいい子供が嫌われる?そんなことないわよ。むしろ重宝されるべきよ。私、勉強していいの?英語とか、もっと。もちろんよ。学びたいこと、たくさんあるんでしょ?何でも言ってちょうだい。みちるちゃんの目から、大粒の涙がポロポロとこぼれた。これまで何を言っても、何を聞いても、無表情で淡々としていた彼女が初めて見せた表情。私は慌てて、近くに置いていたティッシュの箱を引き寄せた。私、本当は高校に行きたい。進学したい。黙っていてごめんなさい。お父さんには言えなかったのね。パパはいつも忙しそうだから。それに、ママと同じように止められるんじゃないかって思って。時折、しゃくり上げながら、みちるちゃんはぽつりぽつりと語ってくれる。でも、おばあちゃんが、パパのこと話してくれたとき、おばあちゃんなら分かってくれるって思えたの。みちるちゃんの肩を抱き寄せて、私はしっかりと彼女を抱きしめた。涙も鼻水も流して、彼女は顔をくしゃくしゃにして泣いていた。大丈夫よ。もう泣かないで。でも、夜にこっそり出かけていたのは、塾に行っていたの。この時間なら無料講習が受けられるから、だから。一人でどうにかしてでも塾へ行っていたというのだから、なんといじらしいことだろうか。こういうところもケンジに似たのだなとつくづく思う。話してくれてありがとうね。あなたは尊い子だわ。私は彼女の頭を撫でながら涙を拭ってあげた。このことは、ケンジと英子さんとしっかりと話す必要がある。ミチルちゃんが塾に行けるように、パパとママに話してみるから、あとはおばあちゃんに任せてちょうだい。本当?ええ、本当よ。約束するわ。数日後、私はケンジが帰ってきてすぐに、英子さんとみちるちゃんがいないところで真実を打ち明けた。すべてを聞き終えたケンジは怒りに肩を震わせた。英子がみちるのことこんな風に追い詰めていたなんて。みちるちゃんから許可をもらって、
スマートフォンを預かり、誓約書の写真も見せた。A子さんとみちるちゃんのやりとりも見せてもらうことができた。A子にすべて問いただそう。本当のことを聞かなくては気が済まない。ちょうどその時、タイミングを見計らっていたかのように、玄関の扉が開いた。A子さんが帰ってきたのだ。彼女がリビングに入ると、私とケンジの四つの目が彼女を捉えた。え？何？異様な空気を感じ取ったのか、A子さんはびくりと肩を震わせる。A子、話があるんだ。そこに座って。ケンジはリビングのテーブルを指さした。A子さんはおずおずと席に着き、向かいに座った私とケンジを見つめる。何なの急に。とぼけないでくれ。わかっているんだろ、自分のしてきたこと。ケンジは淡々と言いながら、ミチルちゃんのスマートフォンを見せた。そこには、例の誓約書が映し出されており、A子さんはハッとして息を飲んだ。ミチルに勉強しないように言い聞かせて、進学もさせないようにしてたそうじゃないか。何のことかしら。これがその証拠？あの子が勝手に書いたんでしょ？あなたに書かされたって言っていたわよ。そんなことするわけないじゃない。言いがかりよ。じゃあこの誓約書は何だって言うんだよ。誰に誓っているんだ？知らないわよ。あの子が勉強したくなくて書いたんじゃないの？ミチルは勉強熱心なんだぞ。母さんが言っていたじゃないか。英語が好きだって。そんなの、お母さんの妄想よ。私のことまでバカにする気なのね。ミチルは塾に行きたいって、高校に行きたいって泣いていたそうだよ。嘘よ。あの子は間で勉強なんてしてないはずよ。成績だってそんなに。ミチルちゃんはね、学年中で3番以内に入るくらい頭がいいのよ。え？あなたはそんな賢いミチルちゃんを妬んでいるんでしょう。図星をつかれたのか、A子さんは何も言い返せなくなってしまった。唇を噛み、じろりと私をねめつける。それと、あなたは出張と偽って浮気旅行もしていたんじゃなくて？そんなこと、証拠もないのにひどいこと言わないでよ。証拠ならある。ケンジはミチルちゃんのスマートフォンの画面を表にしてテーブルに置いた。そこには A 子さんが浮気旅行中のアリバイ工作をするための指示も残されていた。日付までよく見ると、一度や二度ではない。何度も繰り返していたことが伺えるやりとりがなされているのだ。よくも自分の家族をぶち壊すようなことに、ミチルを加担させたな。違うの。これには訳があって。俺のことを騙して、楽しかったか？騙すなんて。母さんを使って家事をさせたのも、自分が浮気するためだったんだろう。仕方ないじゃない。いつもあなた家にいないし、ミチルは憎たらしいし、寂しかったのよ。それが本音なのか。寂しくさせたあなたが悪いんだからね。ふざけないでくれ。もう君には幻滅したよ。何よ。私ばかり悪者にして。あの子だって悪いんだから。頭がいいのが気に食わないのよ。ミチルちゃんはあなたのお人形じゃないのよ。私はピシャリとそう言った。A子さんはミチルちゃんのことあの子って呼ぶのね。それが何？ミチルちゃんは傷ついていたはずよ。お母さんにはわからないでしょ。もしあなたがあの人とか呼ばれてたら、どう思うの？え？ああ。
その時、やっと彼女は何かに気づいたようだった。私、なんてこと。英子さんは顔を覆ってしくしくと泣き出した。それは後悔なのか、それとも演技なのかわからない。彼女はすすり泣きながら許しを請うて言った。ミチルのこと、もう妬んだりしないわ。浮気ももうやめる。だから、どうか許して。それを聞きながら、ケンジはぽつりとこう言った。もう、君とやっていける気がしない。今後のことは、ミチルとも相談して決めようと思う。ケンジ、まさか、ミチルのことを、こんな風にひどく接する人に、ミチルを会わせるなんてしたくない。ケンジは目を落として続けた。でももし、ミチルがまだ英子と暮らしたいと言うなら、俺は離婚しない。英子さんはポタポタとテーブルに涙を落として、いつまでもいつまでもごめんなさいと繰り返した。週末の昼下がり、私とケンジとミチルちゃんは塾の面談室にいた。塾長の先生は柔和な笑顔で迎えてくれて、塾の特徴とコース別のカリキュラムを説明してくれる。生徒のレベルに合わせて指導するのはもちろんのこと。希望があれば個別の指導も受け付けているそうだ。ミチルちゃんは無料講習に来ていた時から、この塾での勉強のしやすさを気に入っていた。そのため、話を聞き終えてから即日で入塾することにした。入塾のための手続きを終えて、私たち三人はゆっくりと歩いて家路に着いた。英語の授業が面白いの。先生がね、文法の歌を作って覚えやすいようにしてくれるから。危機として語る彼女には、以前には見られなかった笑顔がキラキラと輝いている。よかったわね、ミチルちゃん。ありがとう、おばあちゃん。パパも忘れないでくれよ。いたずらっぽく言いながら、ケンジは笑う。あの日の話し合いの後、ケンジは悪いと思いながらも、ミチルちゃんのスマートフォンをさらに見た。英子さんとのやりとりの中で、ミチルちゃんが英語の勉強をし始めた理由を語っていたのだ。まさか、ハリーポッターの映画版を読みたいと思っていたなんて。私もびっくりしたわ。ダメだったかな?少しだけ顔を曇らせる彼女に、私もケンジも全力で首を横に振る。いいえ、とても素敵よ。おばあちゃんにも教えてほしいくらいだわ。中学生で洋書を読みたいなんて将来有望だぞ。それは少々贔屓が過ぎると私は内心で苦笑したが言わないでおいた。そんなことを言っているが、中学生の頃のケンジだって同じようなものである。ケンジが中学生の時、どうしても欲しい英語の参考書があるからとねだられたことがあった。どうしてそんなにも熱心に英語ばかり勉強するのかと聞いてみたことがある。すると、洋楽の歌詞を翻訳したいからだという答えが返ってきて、私と夫は驚いたのだ。そんなことを回想していると、不意に、ケンジは洋楽を口ずさんだ。ケンジも中学生の時、語学に興味を持ったきっかけは洋楽だったじゃないの。そうだっけ?ええ。ほら、なんだっけ。虫みたいな名前の。ああ、思い出した。確か、ビートルズの歌詞を。翻訳したいって思った時からだったな。ビートルズって、ジョン・レノン?よく知ってるじゃないか。よし、後でパパのとっておきのレコードも聞かせてあげよう。レコードはいいよ。
さらりと言いながら、みちるちゃんはニコニコと笑っている。もう、A子さんのプレッシャーに耐えなくて良くなったからだろう。ケンジは A子さんと離婚した。A子さんは最後までもう一度やり直したいとせがんできた。しかし、いくら家族会議を重ねても、ケンジとみちるちゃんは A子さんを拒んだのだ。結局、A子さんは離婚届にサインをし、荷物をまとめて出ていくほかなかった。風の頼りに聞いた話では、浮気相手は小学校のママ友の旦那さんだったようだ。旦那さんは奥さんと別れるつもりはなく、A子さんと一緒になる気もなかったらしい。A子さんは浮気相手にも捨てられて、今は古くて安いアパートに暮らしているという。だが、通訳の仕事はあまり取れていないようなので、それでも生活はカツカツだろう。一方、みちるちゃんは、夕飯の時も食卓に来て一緒に食べるようになった。彼女は塾に通い出してから友達も増えたようだ。パパ、おばあちゃん、あのね、今度、お友達とライブコンサートに行くんだ。夕飯のコロッケを食べながら、みちるちゃんは嬉しそうに言った。楽しそうね。気をつけて行ってきなさいね。お小遣い足りるか？少なかったら行っていいんだぞ。大丈夫。ケンジはというと、これまで出張ばかりだったことを悔いて、職場に移動願いを出した。通訳という仕事に変わりはないが、なるべく出張の少ない部署に配置してもらったのだ。おかげで、みちるちゃんとの時間も増えたと、ケンジは喜んでいる。みちるちゃんは、もうすぐ高校受験シーズンを迎える。希望通りの進学ができるようにと、ケンジも私も、彼女をサポートするつもりだ。私はいつの間にか一人でいる孤独感も、最愛の人を失った喪失感も克服していることに気づいた。張り合いのある毎日に感謝してやまない。三人で暮らす幸せな日々がこれからも続くことを願っている。夫が体調を崩して入院することになった。孫のさつきはにこりと笑うと、夫の哲也のもとに一歩近づき、手に持っていた袋からあるものを取り出す。じいじい、早く良くなってね。それは千羽鶴だった。さつき。哲也は驚いた顔で受け取り、しげしげと千羽鶴を眺めた次の瞬間、何かを察したようにビリビリと破ってしまった。え、ちょっとあなた、何してるの？さつきの思いを踏みにじらないで。しかし、哲也の目は冷たい。お前、これがわからぬか？え？哲也に促され、私も鶴を手に取った。よく見ると、綺麗に折られた鶴と、その中に、哲也が元気になったら、また買い物に行きたいというメッセージが綴られていた。これって、私はメッセージの字をぼーっと眺めながら、つい先日あったことを思い出していた。私、折り紙できないんだ。さつきは確かにそう言っていた。ほんわかした空気が一変、冷ややかで重たい空気の中、みんなで黙り込んでしまった。今日の夕飯は、おでんとサバの味噌煮よ。おお、それは酒が進みそうだ。お酒はほどほどにお願いしますね。毎晩交わされる何気ない夫婦のやりとり。私、中野真子が夫の哲也と結婚して35年。哲也は建築会社の経営をしており、生活は順風満帆だった。お父さん、
実は今日の取引先からいいお酒いただいたんだよね。哲也に囁いているのは私たち中野家の次男の直だ。直は学生時代建築の勉強をすると言って数年間海外で過ごしていたが、今は一緒に暮らしている。さすが直、早速いただこうか。もう直ったら、あんまりお父さん甘やかさないでね。もちろんわかってるよ。直は子供の頃に哲也が手がけた建築物に魅了され、建築士になりたいと必死に勉強を続け、念願だった一級建築士の資格も見事取得した。勉強だけでなく、学生の頃から直は人望に厚く、多くの人から好かれていた。哲也はそんな直の勤勉さと人徳を評価し、後継にと決めたのだ。直は昔から人の心をつかむのがうまいよな。これくらい当然のことだよ。私は照れた直が頬をかいている様子を微笑ましく思いつつ、ふと携帯を見るとメッセージの通知が入っていた。メッセージは長男の雄大からで、連休が取れないからしばらく帰れないという内容だった。相変わらず忙しいのだろうか。雄大は整体師になりたいと大学で4年間学んだ後に資格を取得し、卒業と同時に一人暮らしを始めた。まだ直と同居していなかったその当時は、雄大は長期休暇があれば決まって実家に帰ってきていた。お母さんのご飯が食べたくなったから帰るね。そう言って帰ってきては嬉しそうにご飯をたらふく食べる雄大を見るのが私の楽しみの一つになった。こうして良好な関係を築いていた私たちだったが、雄大が実家を出てから3年目の春に新しい風が吹いたのだ。いつものように帰省していた雄大にご飯を振る舞った時のこと。ごちそうさま。珍しくおかわりをせずに雄大はご飯を終えようとしていた。いつもならもっと食べるのに体調でも悪いの？私の問いに対し雄大は少し言いにくそうに口をもごもごさせてから言った。合コンで出会った女性に一目惚れしたんだ。その人のことを考えていたら夜も眠れなくて。ついに雄大に春が来たのか？話を横で聞いていた哲也が嬉しそうに声を上げる。すごい美人でさ、男子から一番声かけられてたから俺も負けてられないんだよね。雄大、お前なら大丈夫だ。目をランランと輝かせながら哲也は雄大の肩に手を置くと力強く言った。ありがとう。徹夜から激励を受けて実家を後にした雄大は、その1ヶ月後に晴美と付き合うことになったのだ。交際は順調に続いていたようで、そのさらに1年後には結婚することも決まった。結婚式は一生に1回だし、盛大にあげたいんだよね。結婚の報告とともに、徹夜は私に電話で相談してきた。どんな式にしたいのかしら？はるみはグアムで挙式したいって言ってるけど。グアム？予想を上回る回答に私は思わず大きな声を上げてしまった。俺が飛行機苦手だって言ったらすごい不機嫌になって、だったら都内で一番大きなところねって言って聞かないんだ。そう。お父さんにも相談してみるね。その後哲也に伝えたところ、都内の大手式場なら大歓迎だと言った。これからは何かとお金がかかるだろうからな、俺が式場代ぐらいは出そう。こうして雄大たちの挙式は盛大に行われることになった。式の直前、初めて会った晴美は確かにものすごい美人で、ニコニコと笑顔を崩さないことが印象的だった。はじめまして。式場代を出してくださってありがとうございます。
開口一番に晴美は私たちにそう挨拶をした。二人の幸せそうな姿を見れて嬉しいよ。雄大のこと、よろしくお願いしますね。はい、と明るく答えた晴美を見て、いい関係を築いていこうと私は思った。結婚式が無事に終わると、雄大たちは私たちの家から2時間ほど離れた地に家を建てることを決め、新生活をスタートさせた。当初、雄大は今までのように連休の度に実家に帰ってこようとしていたようだ。晴美が連休は家でゆっくりしたいと言って嫌がるんだよね。メッセージでそう伝えてきた雄大に、新婚だから二人で過ごしたいのだろうと納得した。ちょうどその頃に、奈緒が建築士の資格を取り、帰国してきたので、再び私たちと一緒に暮らし始めたのだ。それから一年後、雄大夫婦の間に女の子が生まれたことを機に、初めて晴美たちは私たちの家に遊びに来た。晴美に似て可愛いんだよ。ニコニコと笑みを浮かべた雄大と晴美が娘のさつきを紹介してくれた。私たち仕事が忙しくて、お父さんたちがそばにいてくださって心強いです。できる限り力になるから、困った時にはすぐに言いなさい。なおも私たちの言葉に賛同するようにうなずいていた。ありがとうございます。お恥ずかしいことに私は潔癖症でして、他人の家に長居できないのであまり遊びに来られません。そうなのね。たまには遊びに来てほしいけれど、無理強いはしないわ。ありがとうございます。それからというもの、宣言通り晴美は一切我が家には顔を出さず、代わりによく雄大から電話がかかってくるようになった。お母さん、助けてほしい。決まり文句のようにそう切り出す雄大を、私たちはいつもすぐに受け入れた。子育てに口を挟むことはしなかったが、雄大夫婦が忙しいことは理解していたし、さつきと過ごす時間は私たちの楽しみになった。時は瞬く間に過ぎ、気づけばさつきは小学3年生になり、すっかりさつきも私たちに懐いてくれている。相変わらず忙しい雄大たちに代わって、さつきを買い物に連れて行ったある日のこと。大きめのショッピングモールの中、さつきは目を輝かせていろんなものに興味を示した。じいじい、あれは何？ニコニコと愛想よく笑いながら風船を売っているお姉さんを見て、さつきは不思議そうな顔をして尋ねた。あれはね、風船って言うんだよ。風船？中に空気が入っていて、しっかり持っていないとお空に飛んでいってしまうんだよ。そう言いながら哲也は風船を一つ買うと、しっかりとさつきの手に持たせた。すごい！軽い！嬉しそうに踊りながら笑うさつきに、デレデレと哲也は表情を崩している。すごいだろう？じいじい、ありがとう！その後も哲也は、さつきが惹かれたものをどんどん買い与えた。ご機嫌でさつきが帰っていった数日後、再び雄大から連絡が入っていた。また今日も遅くなりそうなんだ。申し訳なさそうに言う雄大に、遠慮はいらないと伝えた私たちは、さつきが遊びやすい場所をすでに何箇所も見つけていた。ここは公園が広いからたくさん遊べるぞ。我が家にやってきたさつきとみんなで公園に来ると、なおが自慢げに手を広げてみせる。やった！私ブランコ乗りたい。よし、じゃあブランコ対決しようか。なおもさつきを可愛がり、まるで自分の娘かのようにとことん遊びに付き合っていた。さつきは動き回ることも好きだったので、公園であっても十分に楽しむことができたようだ。毎週のようにさつきと一緒に過ごしていた。そんなある日のことだった。ご、
こ。珍しく哲也は朝から咳が止まらず苦しそうにしていた。あなた大丈夫？ああ感想だろう。何でもないようにそう言った哲也だったが、水を飲んでも喉飴を舐めても一向に収まる気配はなかった。お父さん、僕が病院に連れてくよ。大丈夫だ。強がる哲也だったが、咳はひどくなるばかり。そしてついに激しい咳込みとともに血を吐き出して倒れ込んでしまった。あなた、お父さん。なおはすかさず哲也に駆け寄り必死に呼びかけたが、哲也は意識がないようで返事がない。慌てて私が救急車を呼ぶと、哲也は病院へと搬送されることになったので、私となおはタクシーで後を追う。病院に着き、すぐに治療を受けた哲也は、幸いにも重大な病気ではなく、数日で退院できることが分かった。とはいえ、哲也はしばらく安静にする必要がある。私は一度自宅に戻ると、入院に必要なものを揃え、雄大にも伝えた。季節の変わり目が原因だって言ってたけれど、あまり無理はしないでね。涙ぐみながら私は哲也の手を握った。ああ気をつけるよ。お父さんならきっとすぐに良くなるよ。哲也がしっかり受け答えできることに安堵した私たちは家に戻ることにした。その数日後、私たちが哲也と談笑していたところに、さつきが雄大に連れられて見舞いにやってきた。お父さん大丈夫？ああ、忙しいのにすまない。思ったよりも元気そうで安心したよ。和やかな空気で雄大と哲也が話しているそばで、さつきは珍しく黙りこくっている。さつき、じいじに挨拶しなさい。いつもなら顔を見た瞬間に花のような笑顔を向けてくれるさつきだったが、雄大に促されても硬い表情をしていた。病院という場所が初めてで緊張しているのだろうと思った私は、さつきに明るく言った。さつき、今日も可愛い洋服着てるね。さつきが着てきた服は、以前クリスマスプレゼントで渡したものだ。ありがとう。服を褒めてもらったことで少し気が紛れたのか、ようやく硬い表情が消えた。そしてさつきはニコリと笑うと、哲也のもとに一歩近づき、手に持っていた袋からあるものを取り出した。じいじ、早く良くなってね。それは千羽鶴だった。さつき。哲也は驚いた顔で受け取り、しげしげと千羽鶴を眺めた次の瞬間、何かを察したようにビリビリと破ってしまった。え？ちょっとあなた何してるの？さつきの思いを踏みにじらないで。しかし哲也の目は冷たい。お前これがわからんのか？え？哲也に促され私も鶴を手に取った。よく見ると綺麗に折られた鶴と、その中に哲也が元気になったらまた買い物に行きたいというメッセージが綴られていた。これって？はあ、作ったのはさつきじゃない。ほんわかした空気が一変、冷ややかで重たい空気の中、みんなで黙り込んでしまった。私はメッセージの字をぼーっと眺めながら、つい先日あったことを思い出していた。記録的な寒さだとニュースが報道していたその日、いつものように雄大から電話がかかってきたのだ。ごめん、さつきが熱を出しちゃったんだけど、俺も晴美もすぐ帰れそうにいなくて。それは大変だ、すぐに園に迎えに行こう。風邪をこじらせたさつきは我が家に預けられ、しばらく寝込んでいた。早く良くなりますように。ご飯や着替えなど面倒を見ながら、空いた時間で私は鶴を折ってあげた。
しばらくは意識が朦朧としていたさつきも、世話の甲斐あって徐々に回復した。ばあば。さつき？ようやく話せるまでになったさつきは、数回まばたきをすると、私が作った千羽鶴に目を向けた。それは？これは千羽鶴といって、病気が良くなりますようにって願いを込めるんだよ。すごい！私折り紙できないんだ。あら、そうなのね。元気になったら一緒にやろうね。うん、ばあば、ありがとう。さつきは確かにそう言っていた。あの日からまだ日は浅いし、熱が下がって動けるようになったのもつい先週の話だ。仮に調べて折れるようになっていたとしても、今手元にある鶴は私が作った鶴よりもはるかに出来栄えが良かった。それだけでなく、メッセージの字もパッと見は似ているが、さつきからこっそりもらう手紙のものと微妙に違う。さつき、怒らないから教えてほしい。これは誰が用意したんだ？徹夜の問いかけに対し、さつきはぐっと唇をかみしめて首を横に振っただけだった。さつき。いくら聞いてもさつきが答える様子はなかったので、徹夜は軽くため息をつくと顔を雄大に向けた。雄大、これまでさつきに買い与えたもののレシートはすべて自宅に保管してる。え？どうしたの？急に。まだ何も察していない雄大は不思議そうな顔で徹夜を見た。レシート内のものをうちに帰って探すんだ。ないなら防犯カメラを確認するように。え？実は、私たちは数ヶ月前からさつきの様子がおかしいと感じていた。普段新しい発見があると興味津々だったり、公園でも全力で遊んでいたのに、少しずつ態度が変わっていったのだ。あの日も気持ちのいい晴天で、いつものようにさつきを公園へ連れて行こうとした時のこと。じいじい、公園つまらない。さつきが公園に行きたがらないなんてこれまでなかったので、私たちはずいぶん驚いた。さつき、どこか具合が悪いのか？ううん。新しいおもちゃが欲しいの。この前のおままごとセットはどうだ？つまらないよ。わがままや文句を言ったことがないさつきがそう言うなんて、よっぽどなのだろうと最初は思っていた。そうか。さつきも大きくなってきたし、対象年齢が合ってないのかもな。徹夜は初めての孫のわがままにまんざらでもない顔して、その時は新しいおもちゃを買い与えたのだ。しかし、その後もさつきはなんだかんだと文句を言うようになっていった。じいじい、この前のゲーム、もうクリアしちゃった。え？もうクリアしたのか？まだ一週間しか経ってないぞ。ゲームのやりすぎじゃないか？日頃雄大たちの教育方針には意見しない私たちだったが、さすがに疑問を抱かずにはいられない。そんなにゲームが面白かったか？うん。そうか。じゃあ、さつきが欲しいと思うものを選んでごらん。さつきに甘い徹夜は、その時もさつきに合わせて新しいゲームを買い与えた。しかし、さつきが指定したゲームは対象年齢が合っていなかったり、数量限定で価値の高いものばかりだった。さつき、この前のゲームはどうだった？険しい顔で、さつきはゆっくりと首を振っている。どうしたんだ、さつきらしくないぞ。次はあれが欲しい。え？徹夜の言葉には答えず、さつきはまたおねだりをしてきた。
面白かったとか何かあるだろう。しかしさつきは口をつぐんだままわずかにうなずいただけだった。感想が言えないなら新しいゲームは買えないな。面白かったよ。慌てて取り繕ったように言うさつきに、さすがの哲也もため息をついた。あまりやりすぎないってジジと約束してくれるかい？うん、約束。哲也はさつきに新しいゲームを買う一方で、さつきの態度を不審に思い、レシートを保管していた。それからもさつきはゲームだけにとどまらず、おもちゃや洋服などもねだってくる割に、ほとんど感想はなかった。哲也は悲しむさつきの顔は見たくないと思う反面、わがままに育ってほしくないと思い、少しずつさつきに買い与える頻度を減らしていたのだ。その後、私はレシートの束を雄大に渡すと、予想をはるかに超える展開が待ち受けていた。お父さん、お母さん、これどれも見たことのないものだ。無事に哲也が退院したその日、雄大がさつきと共に我が家にやってきては、開口一番にそう言った。やっぱりな。それだけじゃないんだ。雄大はさつきの方にちらりと目を向けると口をつぐんでしまった。さつきちゃん、おじさんと一緒に遊ぼっか。そんな雄大を見てすぐに直が機転を利かせ、さつきを連れて部屋から出ていく。雄大はスマホを取り出すと、防犯カメラの映像を撮ってきたと言ってある映像を見せてきた。いい？さつき、おじいちゃんに可愛くおねだりするのよ。はい。そこには、はるみがさつきに高価なものをねだるよう指示する声が入っていたのだ。なんてことだ。ショックを隠せない哲也だったが、まだ映像には続きがあった。こんなに買ってもらったって、あんた一人では遊びきれないわよね。これは、私の誕生日プレゼントにもらった大切なもので。黙りなさい。あんたのものは私のもの。あんたばっかりにいい思いはさせないわよ。買ってもらったものを取り上げている晴美の姿や、中には戸惑うさつきに対して怒鳴る様子も記録されていたのだ。あんたの面倒を見てあげてるんだから感謝しなさい。そう言ってはさつきが持っていた洋服を無理やり取り上げていた。今日は買ってもらえなかった。はあ？あんたのせいで私が遊べなくなるじゃない。ごめんなさい。今日はご飯抜きね。泣いて謝るさつきに見向きもせず、はるみはその場を後にしたのだ。まだ映像は続いていたが、胸が痛くてそれ以上は見ていられなかった。ひどい。娘になんてことを。俺が仕事でいない間に随分こういうことがあったみたいだ。気づけなかった俺は父親失格だ。肩を震わせ大粒の涙を流す雄大の言葉には悔しさと怒りがにじみ出ていた。もしかしたら他にも隠していることがあるかもしれないな。ああ、探偵に依頼するつもり。その後雄大は宣言通り探偵に依頼したらしい。調査の結果、晴美が浮気をしていたことが発覚した。しかもそれにとどまらず、日頃からさつきを通じて私たちに買わせた品を売って浮気相手と遊んでいたこともわかったのだ。俺、はるみとしっかり話をしたい。なおにさつきをお願いしてお父さんたちにも立ち会ってほしい。覚悟を決めた顔で私たちの元へ来た雄大に、なおも真剣な顔で答えた。さつきちゃんは任せて。もちろんだ。俺たちも、はるみさんに言いたいことはたくさんあるからな。ありがとう。後日、雄大はさつきをなおに託し、
私たちのもとに晴美を連れてきた。私、明日も仕事なので手短にお願いします。ツンとした態度で強気の晴美に、雄大が本題を切り出した。晴美、お前隠し事してるだろう。はぁ？何のこと？腕を組み、晴美は眉を吊り上げた。お前が浮気してること、みんな知ってるんだよ。私がいつ浮気したっていうのよ。あくまでも白を切っている晴美に、雄大は監視カメラの映像と探偵調査で得た写真を見せつけた。これが動かぬ証拠だ。いつの間に？証拠を見せつけられた晴美は一瞬だけ動揺を見せた。妻の私を疑うの？今の時代、こんなものを捏造できるわよ。苦し紛れの言い訳をする晴美に対し、雄大は次々と証拠品を並べる。こんなに大量に捏造できるほど俺は暇じゃない。いい加減認めたらどうだ。証拠品は机の上に乗り切らないほど大量にあった。その山を恨めしそうに睨みつけた晴美は、観念したように口を開いた。大きな建設会社の長男と結婚すれば贅沢できると思ってたのよ。ついに晴美は本音をぶちまけた。でも、いざ結婚したら後継ぎは直くんだって言うし。俺は建築はやらないと最初に言ってたんだから勝手な期待は困るよ。それだけじゃない。せっかく雄大さんは一等地に実家があるのに、直くんのせいで私が一緒に住めなくなっちゃったのよ。晴美が雄大と付き合っていた頃は、ちょうど直は海外にいたので、晴美は結婚したら中野家の実家に入ると思い込んでいたようだ。せっかく狙ってたのにと、ぶつぶつつぶやく晴美に、私たちは呆れて物が言えなかった。お父さんもお母さんも直も、俺の夢を応援してくれたからこそ、実家を出て好きにさせてもらえてるんだ。雄大さんは稼ぎが少なすぎるわ。ぎろりと雄大を睨みつけ、晴美は声を荒げる。さつきはお小遣いやおもちゃをたくさんもらってきたから、私よりもいい思いをするのが許せなかった。私たちがさつきにあげていたお小遣いを奪い、さらにはおもちゃを売ったお金でチヤホヤしてくれる年下の浮気相手と遊ぶようになっていったのだ。私、悠々自適に暮らせると思ったのに、あまりにも惨めな思いをさせられて不満が爆発したの。まるで雄大が悪者かのように言う晴美に、雄大は大きなため息をついた。お前は贅沢しすぎだ。無駄遣いしなければ十分暮らしていける。結婚式もグアムが良かったのに、あんな寂れたところであげる羽目になったこと、未だに許せない。寂れた？日本で一番大きな式場だぞ。晴美は最初から雄大のお金目当てだったことが、その言葉でよくわかった。哲也は眉間にシワを寄せ、頭を抱えている。これ以上、我慢するなんて耐えられなかった。最近ではさつきにくれるおもちゃも減ってたし。明らかに、さつきのためではないと分かっていて買い与えるほど愚かではない。自分の子を使ってまで贅沢しようとしていた晴美に対し、怒りを何とか抑えようと、哲也は両手を強く握りしめている。仕方ないから、お父さんを喜ばせようと千羽鶴を折ってさつきが作ったことにしたんだけど、それが失敗だったわ。ふざけるな。俺のお父さんはお前の財布じゃないんだぞ。雄大は立ち上がり、鬼の形相を晴美に向けた。お前がやったことはあまりにも自分勝手だ。めったに声を荒げない雄大に対し、晴美は怯えている。もう我慢できない。離婚だ。今にも晴美につかみかかりそうな勢いの雄大に、さすがにまずいと思った私は、とっさに口を開いた。晴美さんがやったことは許されることではないわ。その通りだ。
雄大、あなたの気持ちはよくわかる。けど、私は雄大に着席するように促すと言葉を続けた。雄大や私たちとは縁が切れても、あなたはさつきのたった一人の母親なのよ。はるみに対し、諭すように私は言った。母親に怒鳴られたり、物を取り上げられて辛かったはずなのに、さつきはあなたの名前を出さなかった。雄大の怒声が聞いたのか、はるみは目が覚めたように素直に私の言葉に聞き入っている。さつきの気持ちをよく考えなさい。はい。普段遊ぶことに夢中になっているはるみを見て、さつきは寂しかったのだろうと思う。はるみに強く言われても我慢したり、認めてほしいと必死だったから、さつきの行動がエスカレートしていったのかもしれない。さつきの本心を母親であるはるみには気づいてほしいと、あえて私はそこまでは言わなかった。だが、私ははるみの素直な態度を見て、言おうか迷っていたあることを伝えようと決意し、口を開いた。あとね、はるみさん、それに雄大も、二人に伝えておきたいことがあるの。何でしょうか。今回、千バズルもそうだけど、入っていたメッセージの字からも、さつきのしたことではないと分かったわ。俺、パッと見せられてもわからないな。頭をかいて雄大は申し訳なさそうに言う。実は、私たちさつきからよくお手紙をもらっていたのよ。私は、今までさつきからもらった手紙を机の上に広げた。私、大きくなったらじいじと結婚する。パッと目に入った手紙にはそう書かれていた。風船に乗ってお空で遊びたいな。さつきの手紙からは、両親がほとんど不在なことで寂しい思いをしていることがよく伝わってきた。さつき、ごめん。仕事に夢中になりすぎてたよ。本当にごめんなさい。まるでこの場にさつきがいるかのように、心からの謝罪を口にした二人に、きっと改心してくれるだろうと私は感じた。話が終わると、はるみは我が家に来た時とは打って変わって、借りてきた猫のようにおとなしくなって帰っていった。数週間後、雄大とはるみの離婚が成立した。しかし私たちは、さつきのいい母親であることを条件に、はるみに慰謝料を請求しなかった。あいつ、安い給料だって言ってたけど、やっと仕事が決まったみたいだ。はるみと離れてから1ヶ月後、雄大からそんな報告をもらった。はるみは離婚を機に前の職場を辞めていた。結婚してからまともに働いていなかった彼女は、ことごとく面接で落とされていたようだ。まあ、働くことの大変さを感じてもらえたなら、俺としては嬉しいね。夢を叶えるために苦労した雄大らしい言葉に、私は胸を熱くした。俺、さつきともっと話せる時間を作りたい。今まで以上に大変になるだろうから、この機会に実家のそばに引っ越してきたら？ああ、そうさせてもらうよ。雄大はすぐに実家の近くに部屋を決め、引っ越すことになった。引っ越しが完了してからしばらくして、我が家にはるみから手紙が届いた。なかなか仕事が覚えられず、毎日怒られています。でも、いい母親になるためにも負けません。苦労してるのね。それが社会人として当然のことだ。哲也の言葉からは、はるみに対する応援と期待が込められていることが伺えた。貯金が貯まったら、さつきにおもちゃを買ってあげたいです。手紙は、
強い決意を固めた晴美の気持ちで締めくくられていた。しっかり働いて心を入れ替えてほしい。私のその言葉に夫は強くうなずいていた。引っ越ししてからというもの、さつきは我が家へ頻繁に遊びに来るようになった。以前よりも移動の時間が減った分、私たちもサポートしやすく、雄大たちの生活は安定しているように見える。しかし、さつきは時折寂しそうな表情をしていたのが、私にとって気がかりだった。仕方がないとはいえ、母親が急にいなくなって、さつきは寂しい部分はあるわよね。哲也と直と共に遊んでいるさつきを眺めながら、雄大に話す。ああ、夢で見てるのか、時々寝言でお母さんってつぶやいてて、正直さつきには申し訳ないことをしたと思ってる。私たちもできる限りサポートを続けるから、何でも言ってね。まだまだ長生きしなきゃと奮起する私を見て、雄大は微笑んだ。お母さん、いつもありがとう。これからも健康でいてね。私は言葉にこそ出さなかったが、いつか改心した晴美がさつきに会いに来れる日が来るといいと思った。